カール・ハウエル・ベアはアメリカ合衆国の元テニス選手及び銀行家である。ベアは同時に1912年に発生したタイタニック号沈没事故での生存者としても知られている。カール・ハウエル・ベアはニューヨークで生まれた。ベアはニュージャージー州にあるローレンスビルスクールで教育を受けイエール大学に進学した。1910年には弁護士会への入会を許された。 ペアは当時よく知られたテニス選手であり、1907年にはビールズ・ライトとペアを組んでアメリカ合衆国のデビスカップ代表となった。同年のウィンブルドン選手権でもライトとのペアで男子ダブルス決勝まで勝ち進んだが、ノーマン・ブルックスとアンソニー・ワイルディングのペアに4から6、4から6、2から6のスコアで敗退した。これは アメリカ人の男子テニス選手による最初のウィンブルドン決勝を進出記録である。1912年にベアはタイタニック号の一等選出を予約した。この旅行の主な理由は彼の姉妹の友人で同じく一等に乗船した女性ヘレン・ニューサムを追いかけるためであった。ヘレンの母サリーは二人の関係を心よく思わず、仲を阻もうと画策して娘と共に ヨーロッパへのグランドツアーへと出発した。しかし、ベアは仕事での出張を名目にして彼女たちの旅行について行った。公開中、ベアは C-148 号の船室を割り当てられた。タイタニック号が氷山に衝突した後、ベアとヘレンは彼女の母サリーとケーフ、リチャード、エドウィンとガートルードのキンボール夫妻にボート甲板上で出会った。 三等公開市のハーバート・ピットマンの指揮のもと、彼らは午後を救命ボートの周りに集まった。キーンボール夫人が、ジェイブルース・イズメイに全員ボートに乗ってもよいかと、尋ねたのに対して、イズメイの回答は、もちろん全員です。マダムであった。その結果、ベアを含む人々は午後を救命ボートに乗って、難を逃れることができた。彼らが救助された後に、 新聞数紙がベアはヘレンに対して救命ボート内でプロポーズしたと報道した。カルパチア号に救助された後、ベアとモリー・ブラウンを含むタイタニック号乗客の主だった人々は、同船の船長アーサー・ロストロンと乗組員320名に対してその勇気を称賛して銀製のカップをロストロンに送り、記念メダルを他の乗組員に送ったという。 ヘレンの母の反対にもかかわらず、ベアとヘレンは1913年3月にニューヨークで結婚した。二人の間には4人の子が生まれた。ベアは事故からの生還後もテニスを続け、同じくタイタニック号から生還したリチャード・ノリス・ウィリアムズにデビスカップで勝利を収めた。1915年には当時世界最強のテニス選手と言われていたモーリス・マクローリンに8から6。 7から5、7から5のストレートで勝利を収めている。ベアは放送の道を諦め、銀行家へと転身した。彼は投資会社のディロン・ギードカンパニーの副社長となり、NCR コーポレーションなどの取締役となった。1949年10月15日に、ベアは自宅で死去した。彼はニュージャージー州のモリスタウンにあるエバーグリーン墓地に埋葬された。 没後24年経った1969年に国際テニス伝道入りを果たしている。ベアの死後、ヘレンは彼の親友でテニス仲間でもあったディーン・マッセーと再婚し、1965年にニュージャージー州プリンストンで死去した。ありがとうございます。